9月9日金曜日になりました。朝晩ずいぶん秋めいてきましたよね。ここからはあなたが DJ 企画に応募された番組をお送りしていきます。このように番組を持ってみたい方は葛飾 FM ホームページご覧くださいね。さあ今日はどんな方がどんなお話をしてくれるのでしょうか。それではバトンタッチです。皆さんおはようございます。青山杉子です。以前はイケメンカフェに出させていただきました。私ですね、女性としては一人で、演出家さんも女性でしたんですけど、他は声優の男性さんばっかりでした。たまに女性が出るときはイケメンカフェのそうですね、お客様として出ました。私の秘書の諸諸岡さんも出てましたよ。私がやらせていただいたのはイケメンカフェのオーナー役で60代の人だったんですけれども、60代って言われてても当時のアニメーションは60歳がそうですね、小学生っぽい形だったので、演出家さんから小学生っぽい声で言ってくださいって言われたんで、みんな頑張って仕事しなさいよ、こんな声で話してました。で、私諸諸岡さんと一緒にですね、はい、劇団トモロというのをやってますが、コロナの影響で3年以上こちらでは何もやっておりませんでした。では簡単に自己紹介させていただきますね。私生まれも育ちも葛飾立石、商店街で産湯を使い姓は青山名は杉子、人呼んで役者の杉子と申します。以後よろしくお見知りおきのほど。杉子、あーキッチンじゃねえよ。え、チコちゃん、トラさんだろ。違いますよ、これトラさんのパクリってよく言われるけど、トラさんのパクリじゃないの。私の実家は本当に商店街で青山洋装店という洋服屋やってたんだから、そこで生まれて育ってるんだから嘘じゃないの。あ、だからさ、あ、そうだチコちゃん、ねえチコちゃんはよく知ってるけど、いろんなことこれ昔だったらヤクザさんがよくやってた、ね、自己紹介でしょ。あ、そうじゃない、時代劇でもよくやってるし、テレビとか映画でもよくやってた。ヤクザがやってた自己紹介なんかやめろ。やめろって言われたって無理よ、ちゃんとやってるんだから、本当の自己紹介なんだから。しょうがねえな。しょうがないでしょ。あ、じゃあそこの漢字読んでみろ。え、この漢字、人間青山私のこと、私動物じゃないけど、あ、でも青っていう字が違うわよチコちゃん。あ、私の青は昔の青だから、下が月じゃなくて円っていう字書くの。ふん、だから、うん、もう人間青山、私は動物じゃないからね。チコ、あーって言ってんじゃねえよ。なにチコちゃん、またそれは人間星山と呼んだ。人間星山、え、じゃあ四文字熟語。そうだ、太陽を果たすようにきちっとちゃんといろんなところに生活をしよう、故郷を出ていろいろ頑張れってことだ。そうなんだ、あ、じゃあだからうちのもろもろ岡さんはいろいろ売れてらっしゃるね。うん、そうだよね。でもこの時期だから私なんかいろんなところに行けないのよ。あー、じゃあなんか頑張れ。そうね、葛飾 FM で放送させていただいてるから頑張るね。いろんなことやってるけど、あ、じゃあ歌歌って、一人漫才やってる。一人漫才、そう、頑張れ頑張れ。わかった、頑張ってみる。皆さんこんにちは、私漫才の青山家の杉子です。皆さんこんにちは、俺は漫才の青山家の勇気です。よろしくお願いします。勇気、久々に漫才でよかったね。うん、スギ子そうだな、
葛飾 FM にお礼言いたいよな。うん、本当にそうだよね。あ、でもね、さっきチコちゃんにいろんなこと頑張れって言われたから、私今から歌う歌う。え、歌う歌う。うん、いい。うん、分かった、歌ってみる。Let's kiss、 頬を寄せて、 Let's kiss、 目を閉じて、 Let's kiss、 小鳥のように唇を重ねよう、ララ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 、初めてキスをする、ララ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 、驚いよこれがジェンカ。杉君、なんだよ歌詞飛ばしたりしてバカ野郎。え？あ、そうか、歌手じゃないから歌詞飛ばしたのか。バカだな。なんでそんな歌歌ったんだよ。え？あ、それはね、なんでかっていうと、私ダンサーじゃないけどダンスもちゃんとやれる人間だから、ジェンカっていう歌歌いながらだったら普通のダンスじゃないけどフォークダンス踊れるでしょ。だから歌いながら踊れるからこれ歌ってるのよ、いつも。あ、そうなのか。でもお前が歌ってるのは俺とキスしたかったからだろ。え、勇気とキスなんかしたくないわよ。したかったからだろ。だってレッツキスレッツキスっていっぱい言ってたじゃないか。え、だからこれはジェンカっていう歌だって言ってるでしょ。じゃあな、お前が歌ってたのは坂本九さんのジェンカだ。え、そうよ。じゃあフォークダンス踊るんだったら、なぜ橋幸夫さんのジェンカ歌わないんだ。え、なんで。橋幸夫さんのジェンカはホップステップキック、ホップステップジャンプっていう歌詞になってるんだ。だったらその方がフォークダンス踊りやすいだろう、歌に合わせて。え、そうなの。だって私そっち、橋幸夫さんが歌ってるなんて知らない。中学校時代からフォークダンスなんか踊らされるけど、そっちの歌詞の方がみんな踊りやすいんだよ。はあ、そっか。じゃあそっち覚えた方がいいよね。しかも歌詞抜かしちゃったりしてまたチコちゃんに叱られる。じゃあ別の歌歌っていい。別の歌。うん、別の歌。わかった、じゃあ歌ってみる。何にしようかな。あ、私青山杉子だから小山の杉の子歌う。小山の杉の子。うん、じゃあ歌ってみろ。むかしむかしのそのむかし、しのきばやしのすぐそばにちっちゃな小山があったとさ、あったとさ、まるまる坊主なハゲ山がいつでもみんなの笑いもの、これこれ杉の子起きなさい、お日様にこにこ声かけた声かけた、ひふみよいむな、よかこっこどかとかたち、にょっきり芽が出る山の上山の上、小さな杉の子顔出して、はいはいお日様こんにちは、これを眺めたしのきは、あははのあははと大騒ぎ大騒ぎ、こんなちびすけなんになる、びっくり仰天杉の子は、思わずお首を引っ込めた引っ込めた、込めながらも考えた、何の負けるか今に見ろ、大きくなって国のため公に立って見せまする、見せまする。はい、終わる。おお、3番までよく歌えたな。よかったじゃねえか。そうでしょ。ああ、そうだ、ただ最後の歌詞変えた方がよかっただろ。どういうことよ、ゆうき。つまりコロナの影響だから国のためにお役に立つより皆のためにお役に立つの歌詞にした方がいいだろう。あ、そっか、
そっちの歌詞歌ってる人もいる。だったら、そうか、コロナの影響だったら皆のためにお役に立った方がいいよね。そうだよ。そうか。あ、ねえゆうき、コロナは君だって知ってる？コロナが俺のわけねえだろ。もうずっと陰性だったから杉子とこうやって漫才やってるんだ。私だってずっと陰性だったからゆうきとこうやってやってるのよ。ゆうきがコロナなんて言ってないわよ。だって今コロナは君だって言っただろ。だから、あ、じゃあ分かりづらいからそれ分かりやすいように教えてあげるから、ゆうき悪いけど私が言うように文字書いてくれる？え、文字書くの？分かった。聞いてらっしゃる皆様もちょっと分かりやすい方がいいなと思ったら文字書いてみてくださいね。いいですか？じゃあ今からお話しますね。コロナってカタカナですよね。じゃあまず一番最初にコロナのコ、コというカタカナ書いてください。コ、あ、書いた。はい、では皆様そのコの下にコロナのロ、ロをカタカナで書いてください。ロ、お、書いた。はい、次はナなんですけども、下に書いちゃダメなんですよ。下に書かないで君っていう漢字を想像してコとロの間に君っていう漢字になるようになって書いてください。本当になって書くだけで君っていう漢字になります。あ、ここかな。お、本当だ、君っていう感じになったね。勇気なったでしょ。君っていう感じの書き方は今書いてもらった書き方と全然違うけど、これをカタカナで見たらコロナになってたんで、コロナは君だって私分かったのよ。杉子って本当に変なことに気がつくな。でも本当にコロナは君だっていうことか。あんまり良くないことだよな、その言い方。そうかもしれない。本当に誰かにコロナは君だって言われたらどうするんだ。え、そしたらいろいろちゃんと頑張ってお医者さんとか行ったりとかね、 PCR 検査とかすると思うよ。そうだろう。じゃあコロナは君だなんて言うんじゃねえよ、バカ野郎。分かった、じゃあ漫才もう終わろう。うん、終わろう。皆さん、一人漫才どうもありがとうございました。楽しんでいただけたらよかったと思います。私、もろもろ岡さんと演芸会に出た時には今やったような一人漫才と OL 落語と簡単なマジック、それからさっきチコちゃんのらしい声を出させていただきましたけども、チコちゃんの人形を使ってですね、はい、腹話術などもやらせていただいてます。まあでもそういった演芸会でやっているですね、あの一人漫才とかでったら、今日はまあラジオだったので皆さんに書いていただきましたけども、書いたものをお見せしたりしてます。二丁拳銃の小堀さんのイベントでもそうですね、私 OL 落語をやらせていただきました。その他に司会もやってます。役者だ役者だってやってるけど本当にいろんなことやってますね。司会毎年よくやってたのはこの間3年ぶりにやりましたけども、立石フェスタでもやってました。今回の立石フェスタは3年ぶりで1箇所だったので私は司会やってませんでしたけれども、いつも司会やってたのは、何箇所かやってるので、はい、銀行の近くの場所で司会やらせていただいておりました。その他にですね、モデルもやってます。モデルは着物ドレス着てやってます。それから声優もやらせていただいてます。声優になっては、あ、そうそう、皆さん今後のね、あの放送がありますのでちょっとお話しさせていただきます。9月15日にギャオでアニメーションが放送されるんですけれども、その中で光玉天皇という役やらせていただいてます。天皇役なんて初めてでしたけどもね、本当にびっくりしましたし、あ、本当に天皇って素晴らしいなって思いました。本当にこうやって葛飾 FM にも久しぶりに出させていただいて本当に良かったと思います。ありがとうございました。
でまた出られたらいいなとも考えておりますし、またやるんだったらば、そうですね、イケメンカフェも出られたらいいなとも思っております。皆さん本当に長い間お聞きいただいてありがとうございました。失礼させていただきます。